はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、伊藤ちゃんです。今回はですね、久しぶりにワンランクステップアップ講座、やっていきたいと思います。今回の、皆様に、お見せする一つの技術として、まあ、本当はね、俺これあんまり言いたくないんだよね。あんまり言いたくない技術なんですけど、まあ言おうかなと思います。1年半前くらいに実は僕、オフィラインイベントとかでダークヨッピーさんとかにもお話ししたこともあるようなもので、実はヨッピーさんも知らなかったよっていう、現役だった頃のヨッピーさんも知らなかったよっていうようなシステムです。はい、というわけで、ここまでね、前置きしときながらしょぼかったらごめんなさい。というわけで早速見せていきましょう。はい、ですね、これちょっと見せないようにしよう。よし、なんか今これ気づかないですか？これで気づく人はいるかもしれないです。はい、これです。これがまず一つ目。まあ何がっていうと、これ通常の置いてる時ですね。これこうやって通常置いてる時です。じゃあちょっと待っててください。暗面にしか教えてなかったことです。飛び出しますね。こういうこれどう飛び出してもこれなんですよ。どう飛び出してもこれですよね。これちょっと見ててくださいね。変わります。あれ、なんだこれ、隠るぞ隠るぞ、あれ動くぞと。これまあ仕様でどういう条件かって言いますと、片足が段差っていうか段差に乗ってる状態だとこういう風な仕様になります。まあどういう風に見えてるかって、まあこういう風になるわけですよね。出てきてガクンといきなり下がる、よくある、シーンだと思います。遠目でもなります。まあガクンとこういう風に、映った時に動く。まあ、これを利用してっていう言い方はちょっと悪いんですけど、まあ、これをうまいこと使うと、本来ヘッドショットの頭の位置、ここですね。これが、こんだけ下がりますと。まあ、そういう風に、うまく使えるんです。で、これをさらにしゃがみを入れると、まあ、こういう風になるわけですね。で、さらにこれをうまく使うと、このぐらいの、段差を一気に作れると。まあ、これはしゃがみに関してはタイミングもあるんですけど、まあ、このくらい動けますよと。でこれ本当に段差があるんでどこでもできます。段差があればどこでもできます。こういうとこでも確かできます。はい、じゃあ見ててください。こういう感じです。動きますね、こういう風に。こういう風に、敵がしゃがんだり沈んだりする段差が片足乗ってると、必ずこういう風になるのがこのゲームの仕様なんです。なので、非常にこの置いている時などですね、気をつけてほしいのは、なるべくこういう通常の場所で置くよりも、こういう段差があるような場所で置いたりすると、相手のエムが、ブレることが多くなりますよ。たまたま頭に入ることもありますけど、確実に通常より、頭に入りにくいと思われます。ね、はい、ですね、で最後におまけで、一つですね、おまけでやりましょう。アバでよくこういう風に敵が向くと思うんですよ。これ。これって範囲が決まってて、7メートルだったかな、確か。目標地点の偵察を要請する。3メートルか。はい。2メートル3メートルか。3メートル以内だとこうやってエイムすると向くんですけど、まあ、こんな感じで。これはキャラクター設定でちゃんと高設定にしていないと、確か見れないのかな。あと、壁に弾痕がありますよね。壁につく弾痕。あれは壁からキャラクターが7メートルかな。7メートル以内で、かつその敵を撃った本人が7メートル以内だと壁に 赤い血のりがつきますということで、赤い血のりがついたなと思ったら相当近いところに敵がいたと思ってください。まあなかなか血のりつくってことはないんですけどね。本当にこの距離で撃って、後ろの壁から7メートル、最大7メートルキャラクターが離れてる、かつ自分もそのキャラクターから7メートルなんで、まあ、おそらく、この状態で言うと どのくらいだろう。これとこれくらいかな。で撃てば壁に弾痕、血のりがつくのかな。まあそういうちょっとじゃあおまけのどうでもいいお話です。というわけで今回、段差を使うと飛び出された時に相手の視点ではこちらの視点の、とは全く違うように動作するというのが、今回のワンランクステップアップ講座でした。なので、これから置き方一つを皆さん注意しながら、マップ研究をしてみてください。
ですね、まあ、自分の方の視点では全然変わらないので通常通り敵が飛び出してきます。ですが相手視点から自分は動くと上下に、なのでこれはとても有利な、置き方になってますし、これは別に規制されなんかあるわけではないので確か、なので別に構わないと思います。何かあれば、言ってください。はい、そんなわけでですね、今回ここまでになります。ぜひ皆様、これを駆使して少しでも有利に戦ってください。いとっちゃんでした。お疲れ様です。